聞いた？いやなんか今テレビでやってるなんか横浜なめんな事件、うん、なんか煽り運転かなんか、煽り運転なのかな、なんか前の車がこうなんかの拍子に急ブレーキしたらしくて、その時に後ろの車がなんかちょっと追突しそうになったらしいんだよ、車間詰めてて。でその後後ろの車がその前の車を追いかけ回して、それで降りてきて、おいお前なんとか、お前ふざけんなお前おらみたいな感じで、その前の車乗ってた相手をビンタして、で横浜なめんなっつって切れたっていう事件。うん、でまだ多分逮捕はされてないらしいんだけど、まあ多分もう逮捕されると思うよ時期に。うん、っていうことがあったらしいんだよね。うん、で俺思うんだけどさ、多分横浜なめんなっつった人って多分横浜の、まあ横浜市ではあると思うんだよな。うん、いやさすがになんかどっかの動画でさ、藤沢や川崎あたりのやつだろっていうような意見があったんだけど、いやそれは多分ないと思う。なんでかっていうと、藤沢って湘南じゃん。藤沢って湘南で、多分だけど俺湘南であることに対して藤沢自身は多分自身のことをその湘南だと思ってるから、多分あんま自分らのことを横浜だっていう意識はあんまないと思う。どっちかっていうとそれを言うんだったら、なんて言うんだろうね、藤沢民だったらなんて言うんだろう、湘南なめんなかな、だと思うのよ。まあ少なくとも多分横浜なめんなとは多分言わないと思うよ。うん、で川崎は川崎市自体に多分誇りを持ってる人って多いじゃん。あのバッドホップとかもそうじゃん、俺ら地元川崎みたいな感じで、やっぱり川崎に自身に対して誇りを持ってるから、わざわざ横浜の名前をあんま出したりは多分しないと思うんだよね。うん、だから川崎民だったら間違いなく川崎なめんなって言うと思う、どう考えても。でしかも多分わざわざ浜南にしないと思うから、俺多分なんだけどナンバープレートは横浜らしいのよ。ってことは多分ね、横浜は横浜でも端っこの方だと思う。瀬谷区とか戸塚区とかね、うん、泉区とか多分そういう端っこの方だと思う、横浜市の、と俺は推測します。だってもう藤沢って言っちゃうともう横浜じゃないもんな。だって俺も厚木だけど、あんまなんか横浜っていうよりかは、まあ俺の場合神奈川ですって言うじゃん。で神奈川のどの辺なんですかっつったら厚木って答えるよ。うん、厚木か県王って答える。あれ厚木って県王なのかな、県王だよね一応ね。そうだから県王ですって答える俺は。多分まあでも大体、いやでも大体神奈川の人ってそっか、みんな横浜っていうか、まあ横浜って有名だもんな全国的に見ても。まあでもその横浜ナンバーってことは多分横浜市内だと思うけどな、住んでんの。俺はそう思うよ。っていうか俺運転ね、俺あんまその事件の内容とか詳しくわかんないけどね。なんか煽り運転でね、どんどん捕まるらしいけど、いやマジで気になるねこれ。多分逮捕されたらだって出るでしょ、横浜市何々区とかさ、例えばじゃあ藤沢市とか横須賀市の、そうだよ横浜ナンバー、そうだよ、何も横浜ナンバーだからっつって横浜市内とは限らないわ。そういえばだって横須賀とか鎌倉とかもそうじゃん。あ、ギリ横浜じゃないところもありだな。それかギリ横浜じゃないところだったら
大船とか、大船ってあそこ一応え大船ってあれ何市なの、あれ大船区、いやないよねそんなの、え大船ってあれえ何区わかんない、え大船ってあれ横浜市だよなあれな、大船とかかな、もしかするとあそこもギリ横浜だからな。他にギリ横浜なとこっていうと、あじゃあ横浜より上側だったら鶴見とか、うん、鶴見ってだってあそこ、そう鶴見は横浜市鶴見区だから、そうだ横浜だ、いやそこもありえるな、鶴見とかそのあたりか、もしかするとそれか、まあでも新横浜の方は、新横浜ってなんかあんまなんか個人的な感想だけどこれ言うと本当なんかいろんなところ的に回しそうだけど、なんかあんま柄悪くなさそう、新横浜ってなんか柄悪くなさそうじゃない、なんかニュータウンじゃんあの辺は、港北ニュータウンでしょだって、なんか新横浜のあたりはあんま横浜なめんなって、そもそも丸々なめんなって言わなそう、新横なめんなっていうのかな、もしかしてわかんないけど、そうなんだよなって考えるとやっぱ、そうだな、堺区とか泉区とかじゃない、俺は多分その辺だと思うけどな、横浜でも特にこうちょっと田舎というか、なんだろう、あんまり横浜してないようなところの人なんじゃないかなとは僕は思うな、うん、いやマジで川崎と藤沢は多分俺ないと思うわマジで、だってあの2つあの辺はないと思うわ、だってまず藤沢って湘南ナンバーじゃん、うん、車庫証明っつったって車をだってわざわざさ横浜、まあでもそっか大船の隣って藤沢だけどわざわざ置くか横浜市内に、置かなくねって考えると、やっぱその2つはないと思うわ、うん、まあ、そんな感じっすね。